CQ 出版インターフェース編集部の草加です。今回は4月25日発売のインターフェース2019年6月号の見どころを紹介したいと思います。6月号は、特集のテーマ、こちら見える空間センシング AR コンピューターの世界と題して、AR や VR の世界を紹介しています。 AR、VR って言うとやっぱりゲームのイメージがまだ強いんじゃないかと思うんですけれども、今回は、インターフェースらしくですね、センサーと組み合わせて、スマホよりもより人間に寄り添うコンピューターができるんじゃないかなという可能性を示すような、特集になっています。まず第1部では、センサー AR コンピューターの世界ということで、イントロダクションではセンサーと VR、AR を組み合わせて、コンピューターを作った時にどんなことができるかと、イラストを、たくさん使って紹介しています。で第1部の本編の方では、いろんな制作事例を、詳細に紹介しています。まず、最初の制作事例は、VR コンピューターを作るというものになっています。こちら全て自作で、マイクロビットを2つ使います。1つはヘッドマウントディスプレイに、もう1つは、この飛行機型のコントローラーにつけて、ヘッドマウントディスプレイとコントローラーを無線で通信させて、このコントローラーを、飛行機のようにブンブン動かすと、このヘッドマウントディスプレイでですね、この飛行機のコックピットに乗った、ところから見た景色、それを俯瞰したものなど切り替えて、表示する VR コンピューターを、作るということをやっています。次にですね、その VR のコンピューターを AR に発展させて、これはカメラを追加して、 AR というのはカメラ画像にですね、いろんなデータを重ね合わせて表示できるものなんですけれども、コントローラーには温度センサーとガスセンサーと放射線センサーを載せて、それぞれの、センサーデータがグラフ表示だったりポップアップ表示されるような AR コンピューターをこちらも自作しています。次にですね、今度はスマホを使って、スマホにガスセンサーを、Arduino というマイコンボードを経由して接続して、このガスセンサーで、取った情報、これはスマホと一体化しているので、スマホをどんどん、動かしてスキャンしていくような形で、センシングをして、で後からその点その点の、センサー情報が、センサーの値によって色が変わるような、人間の目で、直感的に分かりやすいような形で、人間の目では決して見えないガスセンサーの情報というものをカメラ画像に重ね合わせて表示するというようなものを作っています。第2部ではですね、開発環境ユニティ入門という括りで、1章では、開発環境のユニティの使い方、そして簡単なアプリケーションの作り方を紹介しています。2章以降ではこのユニティを使ってウェブブラウザーで動く、AR と VR のアプリケーションを作っています。ウェブブラウザーで動くので、お手持ちのスマホやタブレットですぐに体験することができます。こちらで表示している QR コードを取ってみてください。そして第3部では、オキュラス GO という市販のメガネ型デバイスの紹介をしています。こちらはパソコン不要で、それだけで動くスタンドアローンのデバイスとなっています。オキュラス GO の紹介とオキュラス GO で動くアプリケーションの開発の方法を紹介しています。特集以外でも今回は特別企画として、ラズパイ IoT 放流カメラということで、ラズパイ団という連載している漫画の中で、ラズパイ放流カメラを制作していて、で今回いよいよそれを、実際川に放流するというイベントにラズパイ団のみんなで参加してきています。今回のラズパイ団もフルカラーになっています。この他にもたくさんの連載が入っていまして、この情報量でなんとお値段たったの1000円です。インターフェース6月号ぜひお買い求めください。 PDF 版もご用意しております。